レオン・ルドビク・サピエ派公、ヘンリク・ロダコフスキがレオン・ルドビク・サピエ派は、ポーランドの貴族、政治運動家、経済学者、公、アダム・イエジ・チャルトリスキの議定。軍人で、地質学者のアレクサンデル・アントニ・サピエ派公と、旧ポーランド・リトアニア共和国の、王官僚大法官であったアンジェザモイスキ伯爵の、娘アンナ・ヤドビガとの間に、ワルシャーで生まれ、 同地で教育を受けた後に、1820年から1824年まで、パリとエディンバラに留学して、法学と経済学を学んだ。1825年、オジスタニスワフ・コストカザ・モイスキの娘、ヤドビガ・クレメンティナと結婚し、ポーランド会議王国政府の行政機関で働き始めた。1830年に11月放棄が始まると、サピエ派は、 姉の夫アダム・イエジ・チャルトリスキが主犯を務めるポーランド国民政府の外交施設としてフランスとイギリスに赴いた。その後、サピエ派は帰国して法規軍の戦いに目を投じ、法兵隊長官を務めて1831年9月6日から7日にかけてのワルシャワ防衛戦にも参加した。この防衛戦の後、サピエ派はビルトゥティミリターリ勲章を授けられた。 放棄が失敗に終わると、彼は、オーストリア領ポーランドに亡命した。1835年、ロシア帝国政府は、放棄に参加した罪により、ポーランド会議王国内のサピエ派の所領を没収した。サピエ派は、国民運動グループに属し、議系チャルトリスキの率いる、オテルランベール派と接触を続けていた。彼は、ガリゼアロドメリア王国の国民議会議員。 オーストリア国家評議会議員となり、1861年にはオーストリア貴族院議員に選ばれた。サピエ派は1863年の1月放棄には参加しなかったが、この独立革命運動に資金を提供した。1861年から1875年まで彼はガリツヤ国会の議長を務めていた。1875年、サピエ派は 政界から引退した。長男のアダムスタニスはフサピエ派も政治家として活動した。ありがとうございます。